皆さんどうもこんにちは、ヒカックゲームズです。はい、ちょっとですね、いつもと違ったダンディーな声で挨拶してみましたが、はい、特にですね理由はありません。ということで、今回はですね7月8日からやってきた週刊 FP レベルは比較やっていきたいなと思います。いやーユーロ2020もですね残り決勝戦のみということで、まあ実際の試合のドラマとともにこのガチャも歩んできたんですけど、いやーもっとね激アツであってほしかったな。まあラストまだ残ってますけど、いやーこのねせっかくのユーロなのでもっともっと盛り上げてほしかったなって気持ちはあるんですけど、まあ決まったことはもうしょうがないので、今週もこの動画でこのガチャ作っていきたいなと思います。ということでいつも通り僕なんかもつけていくんですけど、これあくまで独断偏見になるのとゲーム内での評価にはなりますので、そのあたり理解していただいた上でよかったら最後までご覧ください。では行きましょう、レッツゴー。はい、まずはですね B 評価ヤン・ゾマー選手ですね。いやーもうさ、スペイン戦見てたらゾマー好きになる人しかいないでしょう。あの日のゾマーほんとかっこよかったし、完全に主人公だったなって思ったんですけど、はい、4つのですねゴールキーパー数値が完走していて、低弾道パントキック持ちのコンディション安定度6ということで、ここまではですね完璧なんですけど、やっぱり身長面ですかね。ウィデルと身長がかなり重要な数値になりますので、この辺りが原因でなかなか勝ちつか企業は厳しいんじゃないかなと思います。で以前のゾマーと比較するとなんか珍しいですよね。ゴールキーパー系以外の能力ががっつり上がってますので、まあこれは乗り換えちゃっていいと思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね B 評価エクダル選手ですね。今作ですね FP 初登場のアンカーになるんですけど、アンカーの中でもですねパス系が特徴の選手ですよね。グラパフラパがともにレベルまで91あるのと、スキル見ていただきたいんですけど、ワンパスルパバックスピンロブ、低弾のパンドキック、あ、じゃねえや、低弾のロブか、低弾のロブまでありますので、パス系数値がとにかく豪華なんですよね。はい、なので、奪った後の展開力っていうのはアンカーの中でもトップクラスなんじゃないかなと思います。まあ、逆に言うとですね、守備能力やスピード瞬発の面で、ちょっと物足りなさはあるのと、攻撃も含めて考えると、ガチスカは若干厳しいのかなって印象ではありますかね。はい、ということで次行きましょう。はい、B 評価最後はですね、ゾーファル選手ですね。発音ゾーファルでいいのかな。はい、ちょっと間違ってたら申し訳ないなと思うんですけど、はい、ディエンセンスフライパスなど7上がりして、いい感じに強化されて今回登場してるんですよね。まあ、インナーラップサイドバックっていう希少性もありますし、スタミナ99っていうのはね、まあ、サイドバックで使うにしても、サイドハーフに使うにしても大きな魅力になってきますよね。で、スキル面もですね、攻守バランスよく持ち合わせているんですけど、能力がね、もうあと一歩惜しかったかは否めないですかね。まあ、とはいえ、インナーラップサイドバックっていう希少性はありますので、まだこういったプレースタイルの選手を持ってない方であればゲットしておきたい選手になるんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、ここからがですね A 評価ということで、まずはジョルディアルバ選手ですね。はい、僕がですね今週当てたサイドバックトリオを着々と紹介されてるんですけど、アルバはねちょっと強化の渋いね、もうちょい強気に強化してほしかったなっていうのをねまず見て思ったんですけど、ただやはりですねこのスピード99カンストっていうのは圧倒的ですし、魅力はですねこのオペ線からフライパスまでの高さですよね。まあ、サイドバックとは思えない攻撃性能ありますので、サイドバックからチャンスメイクする人には抜群の選手になるんじゃないかなと思います。まあ、スキルでワンパなんかもいいですし、まあ、ただねサイドバックで使うってなると守備面とフィジカルが不安になってきますので、どちらかというとサイドハーフ起用のが合うのかなと僕は思いますね。で以前のアルバと比較すると総合値もですね大台突破の95乗りましたので、これは過去最強乗り換えちゃっていいんじゃないかなと思います。ということで次行きましょう。はい、次もですね A 評価ジチェンコ選手ですね。はい、僕が今週当てたサイドバックトリオを紹介終わりになりますので、はい、対戦ありがとうございました。今日も見てくれてありがとうございました。で正直気持ちになっちゃってるんですけど、はい、アルバの後見るとですねかなり違いが分かりやすいかなと思ってて、まあ、ジチェンコもですね非常に攻撃性能が優れてるサイドバックなんですけど、まあ、スピードはですねアルバよりない分、その分守備までこなせますので、まあ、それこそ今週搭載のサイドバックの中でいうと一番バランスいいタイプなんじゃないかなと思います。まあ、フィジコンと身長の低さはちょっと気になるんですけど、ワンパとかスキル追加して、いやどうだろう、サイドバックよりさ普通に中盤起用とかも面白そうじゃない。真ん中とかサイドとかそういったところで使っていいただいた方がより輝くんじゃないかなってなんとなく思ってますね。はい、以前のジチェンコと比較すると能力的には今回なんですけど、丸1ねワンパついてたんですよね。まあ、ワンパの追加は見逃せないので、正直丸1いれば乗り換えなくてもいいのかなとは思いますね。丸2からぜひ乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。はい、次もですね A 評価デラネイ選手ですね。個人的にねこの選手結構隠れ当たり枠かなと思ってて、フィジコンとボールダッシュがトップ強化と強化ポイントも抜群ですし、守備能力結構えげつなくない
ないですか。まあディエンスセンサー90乗ってないんですけど、ボールダッシュ97、アグレッシブネス96ありますので、ディエンス能力めっちゃ高いんじゃないかなと思います。でそこにフィジコン90のボディコン84とフィジコンボディコンの両刀もあって、逆足やスキルの優秀さもありますので、いや僕勝ちつくチャンス全然あると思いますね。まあスキル瞬発がもうちょっと惜しかったのと、ワンパがあればより強かったかなって印象ですかね。はい、でこちらがミッドフィルダー登録のハードプレスでの比較なんですけど、まあディエンス能力は間違いなく最強レベルだと思いますし、全体を見落としてもですね、まあめちゃめちゃ高い数値はないんですけど、逆に大きな欠点もありませんので、まあ今作ね中盤のハードプレスが結構希少なことを考えると、初登場でこの能力なら正直全然当たりだなって思いましたね。はい、ということで次行きましょう。はい、A 評価最後はですね、ドク選手ですね。いやーこのガチャ一番狙いの選手もいるんじゃないかな。まあそれこそ現実での存在感抜群でしたし、強化度もかなり良くて、そして初登場なので、まあ魅力的な要素揃ってるんじゃないかなと思います。で能力はねかなり尖った感じで、ドリブル系、スピード、瞬発、ボディコンなのが圧倒的に高い上に、フィジコンもしっかりありますので、足元の繊細さとゴリゴリ体の強さっていうのも合わせ持ってる選手ですよね。でただ逆にね、まあオフェンスセンスや決定力の物足りなさはありますので、まあさっき言ったように長短はすごくはっきりしてるのかなと思いますかね。でスキルのところ見ていただくと、これ実は初期から特殊ダブルタッチできますので、まあこのあたりドリブル好きにはたまらないと思うんですけど、まああとはスキル追加次第かな。まあ正直ダブルタッチ以外のスキルっていうのはそこまで豪華ではありませんので、ワンパースルーパーもしくはシュート系、このあたりはちょっと必須でスキル追加したいかなとは思いますね。はい、ということで次行きましょう。はい、ここからがですね、A プラ評価ということで、まずはインシーネ選手ですね。はい、ドリブルスピードが7上がりと、特徴がですね、より強化されて登場したんですけど、ただ、コナミさん、一言言わせてください。決定力を7上がりしてくれませんか。いやーこれね、決定力7上がりしても誰も文句言わなかったと思うんですけどね、あのゴール見たらとにかく決定力上げてほしかったなってのは思ってしまいますね。まあただ能力のレベルはねやっぱり高いなと思ってて、まあスーパーサブなくても95の数値が多くて、そこにスーパーサブが加わると、はい、もう完全にモンゴルの大草原なんですよね。はい、普通にアイコニックメッシみたいな能力してますからね。でスキルもですね、ダブルタッチ確定のシュート系、スルーパー、チェイシングなどすごくバランスいいので、改めてレベルの高い選手だなと思いましたね。まあ、たださっき言ったようにね、決定力とあとはフィジカル面の明確な課題はありますので、このあたりがちょっと気になるかなって感じですかね。まあ、基本で言うとウィングやサイドハーフがおすすめになりますので、ぜひこのあたりで使ってみてください。で右利きウィングストライカーのスーパーサブ持ちでの比較なんですけど、いや一言言わせて、あのね超短分かりやすすぎる。オフェンスエースからフライパスまで全てトップ数値で、特にこのねパス系すごいんだよね。共に90乗ってるのとスルーパス持ちなので、パスに関してはもう圧倒的な特徴なんじゃないかなと思います。ただ逆にね、フィジカル面だったりとか、なんだろう、1位か5位かみたいな、すっごい分かりやすい能力になってるなっていうのは思いましたね。はい、レゼンのインシーネと比較すると、前半はですね後半強化あるので絶対乗り換えで、後半もですね基本的に乗り換えなんですけど、丸6はですね割といい勝負なので、ここだけはちょっと個別判断していただきたいなと思ってますね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね、A プラ評価、スターリング選手ですね。ラッキーセブン7回目の登場ということで、ドリブルオフェンスセンスが強化されて、まあドリブルスピードのレベルの高さはもちろんなんですけど、オフェンスセンスがですね、ついに99完走してますので、まあいい意味でウィングストライカーらしくないオフェンスセンスですよね。まあパスや得点割と何でもできる選手で、後半6の安定感もありますので、まあ初ゲットなら間違いなく大当たりだと思いますよね。はい、で、起用で言うと、ウィングやサイドハーフ起用が無難で、無印のセンターファウルとかもありだと思いますので、ぜひこのあたり、いろいろ適正はありますので、ぜひいろいろ試してみてください。で以前のスターリングと比較すると、前半はですね基本的に乗り換えで、後半もですね丸6以外は乗り換えかな。丸6も難しいところなんですけど、ボルコン95乗ってますので、過去最強は丸6なんじゃないかなと思ってますかね。はい、ということで次行きましょう。はい、次もですね A プラ評価、ブスケ選手ですね。なんかこうバランスの平均台に乗ってるみたいなアイコンになってますけど、はい、スタミナとフライパスが5上がりで、ボールダッシュ6上がりと、めちゃめちゃいい強化されてますよね。でブスケもうとにかく分かりやすい能力してて、まずはこのパス、ロドリもねこの辺り高いんですけど、ロドリ以上にパス上手くて、さらに足元系数値がアンカーで間違いなくトップクラスなので、奪った後の展開力や安心感はカマビンガと並んでアンカートップだと思いますね。でそこにですね守備能力やフィジコンもがっつりあるんですけど、逆にスピード瞬発が明確な欠点すぎるということで、ここが許容できるかっていうので全て決まってくるんじゃないかなと思います。ただスキルもいいですし、このね今の C 固定環境で高安7の安
安定感も素晴らしいと思ってますので、まあ、スペシオン以外は最高クラスの選手なんじゃないかなと思います。で追加枠はありますので、ここにですねスルーパスが筆頭で、まあ、ダブルタッチとかこの辺りがつけられるとより強くなるんじゃないかなと思います。でアンカーの比較で言うとこんな感じで、オフェンスセンスからフライパスまでは間違いなくトップクラスですよね。さっき言ったようにこの辺りはもうカマビンガとブスケツの2トップで、守備能力もですねしっかりトップレベルと張り合ってるんですけど、まあスピード瞬発ですよね。まあせめて75乗ってくれてればもうちょっと変わったのかなっていうのは思ってたりしますね。はい、で最後に以前のブスケツの比較で言うと、前回出たのがですね3ヶ月前なので、これは乗り換え安定ですかね。はい、思い切って全部乗り換えちゃってください。ということで次行きましょう。はい、本日最後はですね、A プラ評価バレッラ選手ですね。もう半年以上片思い続けてるのに、全然僕の方振り向いてくれないなと思ってるんですけど、超希少なですね、スーパーサブ持ちの B2B で、能力面も安定感抜群ですよね。まあ、攻守バランスいい選手かつ、スピードはですね、フィジコンもしっかりある B2B って結構希少なので、そこにスーパーサブあるって考えたら、もう完全に荒垣結衣にセーラー服ですよね。で、しかもですね、割とスタミナもありますので、まあ、ぶっちゃけ好調以上だったら、全然スタメンで使うのもありなんじゃないかなと思いますね。でスキル追加枠も空いてますので、まあここにはスルーパスとかダブルタッチとかですかね、この辺りがつけられるとより使用頻度増してきますよね。で起用で言うとどうだろうな、僕 FP バレラ持ってないので、ぜひね持ってる方コメント欄に書いていただきたいなと思うんですけど、まあ無難に CMF DMF あたりでエスパサブ起用で後半から出すのが一番いいんじゃないかなと思っております。でこれがですね僕が気になった比較なんですけど、補正ありのアイコニックビエラとスーパーサブ状態のバレッラを比較してみました。でまあもちろんですね、スーパーサブ状態で言うと後半からしか出せないので45分での起用になるんですけど、いやでもねめちゃめちゃいい勝負してるんですよね。まあフィジカルやですね空中戦はさすがにビエラですけど、機動力や展開力は間違いなくバレッラですし、まあディフェンス能力もビエラ優勢ではあるものの、バレッラも十分頑張ってると思いますので、うん、こうやって比較すると、まあスーパーサブ状態であればアイコニック級選手とは言えるんじゃないかなと思いましたね。いやまあとにかくね、スパサブ持ってるこういうタイプって本当にいないので、そういったところからもマジで欲しかったなーっていう気持ちしか出てこないですね。で最後に以前のバレラとの比較で言うと、丸1から丸3まではね能力面考慮して乗り換えで、丸4はさすがに乗り換えないかな、丸4の強化はちょっと激アツすぎたかなって感じですかね。はい、ということで今回ですねユーロ週間 FP 一気に比較させていただきました。いかがだったでしょうか。まあ引く人少ないかもしれないですけど、引いた方の参考になったりとか、まあ引くか迷ってる人の後押しになったらすごく嬉しいなと思います。いいな参考になったなと思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録で応援してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画見ていただきありがとうございました。本日の選手クイズはこちらになります。ぜひ予想していただいて、この後のエンディングの課題解決予想で確認してみてください。今日実はこの後坊主道も1本出ますので、よかったらチェックしてみてね。バイバイ。